二等兵は何でも解決助けようとしたがりますね。で僕は今、うん、どちらかというと、うん、議会側に入ってるんですね。はい、議会側にパリピ二等兵として入って、はい、どうこれを解決しようか、うん、っていうのを考えている途中でございます、うん、はいはい、もうね負け戦なんですよこれ。ただこの人たちは、うん、議会側は、うん、もう YouTube 見てる人とかいないんですよ支持者に、はいはいはい、YouTube とか Facebook とか Twitter を見てる人たちはいないので、うん、もう基本自分が死ぬまでお金が稼げればいい人たちなんですよ、うんうん、この市政という議会という場所があって、はい、年間580万の年収が得られます、うん、っていうとこにでここの見てない人たちに発信すればいいそうなので、うん、多分ね痛くも痒くもないんだろうなっていうのが、はい、僕の推測です。僕の感想ですっていうところを相手にしていると思ってください。石丸市長側は石丸市長側でもないですよね。ああなるほどすいません、はい、僕はどうしてもこの対立この二項対立を作りたがっちゃう、はい、僕多分作らないから負けないところがあるんですよ、ね、なるほど。僕はどうしてもね半眼びいきというかねもう弱いなっていう風ところに立ち、うんうん、どう解決すればいいんだろう、うん、あのソフトランディングでしたっけ、はい、いかに、うん、なんでちょっとここで一旦コメントを置き、はい、120万回生を現状叩き出している、うん、7月の定例会見があるんですけど、はい、この中で中国新聞と市長側のやり取りがあるんですが、うん、はじめこの中国新聞参加者が恵比寿記者、うん、恵比寿デスクという人と、うん、もう一人上になんか次長みたいな人が来てるんですね、はい、でこの石丸市長はこの中国新聞に対して変更報道がある、はいみたいな扱いをするときに、うん、要はこの場で意見を述べよって言うんですよ、うん、石丸市長側は、はい、石丸市長本人が、はい、そうしたところこの次長がね、うん、なんとかやり過ごそうとするんです、はい、あの答える義務はありませんみたいな、うん、するとこの市長側はね、うん、答えられない、うん、ということは私の意見を認めたということでいいんですね、うん、っていう閉じ方をしようとするんです、はい、もう逃げ場を残さないんですね。まあ僕ならいいですって言いますけどね。で、はい、いいですって言うと、はい、もうなんて言うんでしょう、こちら側と中国新聞としては、はい、変更報道として捉えていいんですね。あ、どうぞ好きにしてくださいっていうのはね、多分ね市長は言えないんですよ、はい、でまた何か喋り出すんです、ね、多分言えないの分かってて言ってる感じですもんねあの人はい、で、うん、次長はポロってこぼ最後の最後でこぼすんですよ、うん、要は何をこぼすかというと市長側が言うんですね、うんうん、要はマスコミというのは、うん、要はペンは剣より強いっていうから、うん、非常に強い武器を持ってるんです、うん、細かいことは忘れましたが、はい、正確な描写は意識した方がいいですよ、はい、って言ったんですね、うんうん、そしたらこの中国新聞側も要は市長もパワーを持ってるわけじゃないですか、うんはいはいうん、それはお互い様ですよね、うん、って言ったんですね、うん、で僕だとするとそこで、うん僕が市長だったら、はいあまあ、ここはちょっと折れてあげようって思うと思うんですよ、うん、あ僕も力持ってますもんねって、うん、だからそうですねって言うんだろうなと思ったんですね、うんうん、そしたら市長は私はやってますって言ったんです、うん、気をつけてやってますって、うん、もしかやってないんだとしたら指摘してください、うん、って言ったところであこの人はここまで、はい、まあ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 を許さない人なんだ、うんっていう人なんですよ市長側は、はい、でも僕からするとなんかねパリピニ党兵、はい、市長側につきます、はい、なんとかしようとして、うんうん、そうすると多分僕は市長にねまあまあをやりましょうよって言うんですよ多分その理由はここで僕に詰めますかその目的があるわけじゃないですか印象悪いですよとその唯一、はい、市長に影があるとしたら、うん、強すぎなんですと、うん弱いとこ見せた方が可愛げ出しませんか弱いそれでいけますかねあの市長多分ねこのアベマ TV の司会者も、うん、ちょっと折れませんみたいな言い方を何個かするんですけど、うんうんうん、あの人をだって支持してくれてる人はそれを支持してくれてるわけじゃないですかあもうそこ折れたら逃げちゃうかもしれないですよだからあの僕が言ってるのは確率なんですよ
どうするのがいいかっていう確率を出してください。どう思います？だから折れた方が確率上がりますよ。だったら折れますよ。あ、数字を出せた。あ、なるほど、うん、みんな応援してくれてる人がみんな言ってるみたいな。あ、なるほど。僕の話ですけどね、それは。なるほど、はい、ISTP っぽい隊長が思う、はい、意見ですね。僕が市長だったらですよね、みんな応援するから行けって、フルスイングで行けって言われれば行きますよ。でもね、あの人は多分ね、はい、NT っていうのは握ってる隊長と僕、はい、あの市長が NT タイプである。あ、うんうん、いや、まあ INTJ もあるかなとは思ってる。ただ外交っぽいところもあるじゃないですか。そうで、僕は昨日ツイートで、はい、INTJ のタイプ1ですよねって言って、うん、言ったんですけども、うん、タイプ3っぽい。なんてでタイプ3、キラッキラしてる感じ、はいはい、完璧ですもあるので ENTP っぽい部分も、あの対立になってるから INTJ っぽくなってる。あ、僕はそればっはこのコメントを見ながら市長を聞いてしまったので、うんはい、INTJ だなって。そこの部分はまあっぽいですよね。もうおらないんですよ、うん、でそうなる前とかはどうなのかなとか。もうね、全部完璧です。でなんかプレゼンが上手とか感動させるようなのってなると、いや感動したのはもううまいうまいなって、うん、でそうなると ENTP っぽいじゃないですか。あれもう全国で飯食えますよ、はい、各市町村回って、うん、ここの市はこういうところがダメです、こうしましょう、はい、っていうプレゼンを1時間やりますっていうので、うん、でそういうのは ENTP っぽいじゃないですか。なるほど、うん、いや分かってやってますよと、うん、議論好き、それを外で行使すること、うん、あえて煽るあのね、煽りがね、また、はい、では、この120万回再生を叩き出した、うんうん、その安芸高田市の定例会見も、はい、その次長、さっきお互い様ですよねって言って、はい、収めさせようとして、うん、より燃えてしまった、はいはい、次長の横に、恵比寿記者はいるんですね、はい、書いた人。でも、この恵比寿記者は、なんかね、乗せられて喋っちゃうんですよ。うん、でね、もう理路整然としないわーっていうのを数々残してるんですよ、うん、動画の中で、はい、うん、なので多分お目付け役として来てるんですよね、うん、次長はその上の人が、はい、で我々はここで喋る義務はないっていうのをずっと言ってるんですけど、うん、もう多分横で喋りたそうにしてるんでしょうね、うん、恵比寿記者が、うん、であれ煽るんですよ市長が、うん、いや保護者同伴で今日はパパと一緒に来てるんですかって、うん、そんな言い方します？まあ煽ってるんですよね。そんなバカにした言い方しますそこが ENTP っぽいかなって、もうふんがーってなるじゃないですかそんなん、はい、で僕はここでね、ちょっと一つまた思うのが、うん、ちょっと待てと。僕は F タイプで、自分は思考が人間だというのを理解してます、うん、で今この討論の場に引きずり出されようとしている、はい、っていうのは、うん、理解をすると思うんですね、うん、そうすると絶対に喋らないっていう方に進むんだろうなって思うんですよ、うん、まあ、勝てないからじゃないですか、うん、そう、うん、っていうのが分かってるので、はい、喋らない方に行くんですけど、うん、あそこでわーって喋り出すのって、はい、もしかしたら T なのではともちょっと思ったんですね。で今これは何を言ってるかというと、うん、記者がそう、恵比寿記者は、うん、まあ、T の可能性はありますよ。 T タイプなのではっていうのも一つ、新聞記者ですしね。ああそう、デスクまで行ってますからね、はい、いつもまあ書いてるわけじゃないですか、はい、っていうところが今日の またなんかこの今回の一連のごたごたの中で、はい、タイプ論を話すんだとすると、うん、市長と恵比寿記者が何タイプかっていうのもなんか面白いことになるのかななんて思いながら、はい、すいません、はい、で僕はこの議会側にパリピニ党兵が入って、はい、助け船を出すんだとしたら、うん、もう負けてますと、まあ、あっちについとけでいいんですか、はい、市長についとけでいいんじゃないですか。もうそう負けてます、はい、で生き残りたいなら、うん、要は議席を半分にするって言われたんですよ、はいはい、議席を半分にするっていうのを出されて、まあ、議会側は反対するんですけど、うん、16人から8人、うん、で今その反対側っていうのが、うん、政治会っていうんですけど、うん、これが多分この自民党系なのかな、はい、おそらくこの、河井事件っていう広島で河井さんという方がウグイス城にお金をばらまいた、本来はやってはいけないとされることをやったっていう一連のごたごたで、はい、辞職した側
がこの静止会っていうので、少しでも残せるように8じゃなくなんか10にしてもらってとかで、うん、ここの延命を図る方向に行きませんかと、はい、でも YouTube とかでは、うん、負け戦になってますと、うん、もういち早くあっちにつけばいいんですよ。もうあなた方の、はい、ちょっと小バカにされた動画が、はい、YouTube に残り、うん、もう一生消えないことになってますよと、うん、それを理解し、うん、ここから挽回しませんかと、うん、で市長に褒めてもらいましょうよと、やればできるじゃないですか。あ、これもダメだな、なんかイライラすんな、このこういう言われ方も。でもなんか市長に、うん、なんかそのあなた方もできるんですねっていうことを言われると、うん、いや、ま、孫も見ますよと、あなた方の、うん、おじいちゃんおじいちゃんってなるじゃないですか、はい、っていうことになるよっていう説得の仕方をするのかなとかで、はい、分かってますと。もちろんあっち側、うん、市長側にも、あ、でもあいつ折れんでしょうね、あいつは折れないですよ。折れないからいち早くついた方がいいんですよこっちはメンツを大切にしてるんですよ、 俺ら議会は、うん、我が政治会は。だからそこが潰れる前に乗り換えたらいいんですよ頭を下げろと。頭タイプ8にエニアグラムタイプ8に、はい、みんなの前で頭を下げろというか。別に下げなくてもいいんですよ、その人が沈む間にこっちに移ればいいって話ですから。別に助ける必要ないじゃないですか、その中で早く行った方がいいんじゃないのってあー、自由競争だよと。そう、早い者勝ちだよ8人みたいなとこじゃないですか。では、はい、今ここの内部分裂を図ろうとしてるんですねはい、クコ鈍狼の刑ですね。はい、あ、内部分裂っていうか、僕が内部にいてもこっちに行きますよって話です。いち早く行った方が得だなって思います。なるほど、はい、パリピニ党兵それやりますかねパリピニ党兵は今議会側の軍師なんですよ。はい、そうするとピックアップじゃないですかあ、そうですね、君は残っていいよ、君は残っなあ、うん、まあなるほど、それもある。はい、問題解決するなら議論による殴り合いをするしかない気がします、うん、太郎ちゃん、うん、やっぱりね、この INTJ さんはね、はい、そういうことを多分言うんですよ。 ENTP も言いますよ。言うでしょうね、はい、いいですねになるでしょうね、うん、苦手なんですよね、はい、我が議会側は。だから団結してんですよね。あ、団結とかね、聞かないんですよ彼らは。まあ、団結して、あの、要は自分一人で聞かなかったら首切られるだけじゃないですか。はいはいはい、あー、そうですね。でもこう、みんな切れない、みんな団結しちゃえば切りづらいみたいな。しかも多数派ですから。多数派、はい、そこしかもう勝負しようがない。でもね、すごいかっこ悪いんですよね、もう、うん、もう YouTube でもう笑い草なんですよあれは、うん、孫は見ておれんのですよ。はい、息子、孫は。でそこを取るか、年収600万を取るかですよね。600万回で、しかもそれはもう20年持たないって言われてるんですよ、はい、何が持たない、その給料が、町がこのままでは町が持たないっていう、うんうんうん、理想整然とした説明があって、うん、で町は持たないんじゃなくて、はい、自分の話ですもんね。で彼らはそれを自分の話 にしか考えてないっていうふうに見えています。はい、はい、これは僕の感想なんですけど、まあ、それも人間じゃないですか、生きていかなければ。営みです、営みです、ならない、はい、ので、はい、ここで首切られては、うん、はい、おっしゃる通りですっていうとこじゃないですかん、解決は、解決はどうやってやります解決なのか、求めてるものが違うんだから、しようがないんじゃないですか。